めっちゃ作りたい。揚げ餃子や木餃子ぐらい食べたことないですよ。あと水餃子ぐらいなんで、もともとなんかお仕事餃子とか作られたんですよ。餃子ではなかったんですけど、飲食店にはあるんですよ。あ、他の飲食でされてて。そう、なるほど。なんか豪快についたね。いいですよ、豪快で。はい、じゃあいただきます。キニラの方はやっぱすごい香ばしいごまの香りがして、まあキニラ感もあって、あともう片方の方はでもなんかね、どっちも僕があんまり普通の餃子屋さんに食べた味の餃子とはちょっと違います。でもなんかあのすごい肉肉しさもありますよね、日本の他の餃子より。めちゃくちゃ美味しくて、
肉質ある餃子にとてもマッチして美味しいですね。あー美味しい。つけても合いますね。ねえ。じゃあどうぞ。なんかつけたらつけたらあっさりして美味しいですね。これ辛いんだ。まあどっちも美味しいです。ちょっとつけるの。辛いね。あ、まだいいっすよ。どんどん行きましょう。あ、じゃあどうでした？美味しかったです。なんか餃子のまた概念と違って、餃子万歳さんですかね、入場したんですけど、なんかまた餃子のイメージが変わりましたね。なんか日本、今まで食べたことないぐらい肉肉しい餃子と、またあの岡山のね、キニラを使ったどういうんですかね、あの香ばしいごまの香りが楽しめて、とても美味しい餃子をいただいたんで、なんかまたね、友達と一緒にこういうところに来たいなと。